横浜国立大学の福田淳二教授らの研究チームがマクドナルドのフライドポテトの化学物質がハゲを治すという毛髪再生医療の論文を発表しました。現段階ではマウスでの実験に成功している。一般の人の手に渡るまでには10年くらいの年月がかかると考えていて、金額的には植毛の治療法と同じぐらいにできればいいと福田教授は輝かしい目標を掲げています。